いやー、今年ね、藤野選手ね、僕はね、年間チャンピオン取るなら誰よって言ったら、まあ、1位は当然、佐藤佳純、2位は案外、藤野選手が来るんじゃないかと。宮本すみません、木原選手もね、なんかこう今いいですよね、いいけど勝負どころでの勘が、勝負勘がまだちょっと弱い感じしますかね。ああ、ちょっと怒った感じの呼び出し食らいましたね、面白い。至急来いと。試合は面白い。たまに清水希をつぶやき入りますからね。それに笑顔も入りますからね。さあ、清水選手、いつものようなセットアップから。うなずき入りますからね。そしてさあ、父さん今のところこうしっかり壁ができて我慢できますね。これが我慢できなくなったら清水スマッシュ、清スマッシュがですよね。止まってますからね、プレッシャーもかかってない状態ですね。これは、近藤選手プレッシャーかけていかないと、清水選手に気をスマッシュを出させないといけないですね。さあ飛んでおきた。さあそしてキック振りながらの、いやーいいですね、素晴らしい。さあこれは上に抜きましたね。プレッシャー与えられてない状態。さあここはもう清水選手が悠々自適にノンプレッシャーで投げれる局面。でも矢離れいいですね、うん、近藤選手の矢離れはいいですね、今の矢離れは。さあここでしっかりとトン。出た。ターブルー。そして18ダブル、きっちり決めたいところですね。きっちり決めて流れに乗りたい。これはちょっといけない。まあ、しかし上がり目がないのでね、さあ女子ベスト4準決勝の対戦ですね。さあ3-2です。4ダブルきっちり決めたい。33ブルからなんですね。ブル11トリプル、案外133決まるパターン多いですよね。要するに高さが同じなので同じラインで投げれるってことで133っていうのはね、案外決まりやすいんですね。まあ、1投目外すとねどうしようもないですけど。あらららら、顔がなんかやってくれないと嫌だみたいになっちゃってるのがね、嫌だみたいな自分がいるんですけどね、顔芸やってみたいな。さあ2ダブル決まらない、ちょっと嫌な残し方ですねこれは。さあ1ダブル、うわー、これはいけない。決まっていこうぜ。まあ、ダーツっていうのは判定とかないのでね、0-1だったら上がりきる、クリケットなら点数をオーバーする、これがもう必須なのです。さあ14ブル、決めても顔が、さあ近藤静香がブレイクした後のクリケット。じゃあこの後のね、近藤静香、こういう状況ができればですね強いですよ。もうイケイケになってきますのでね。だから清水選手は是が非でも止めたいですよね。必ず19から加点してっていう展開を作りたいですね。あ、20からすみません、20から加点してっていう展開を作りたい。そう、もう1本止めて、さあ18から、はちょっといただけないですね。ここはもうオープンからのオープンでいきたい局面ですね。18オープンからの17オープン。決まればビッグラン。いやー、しっかりと決めてくる。そして15トリプル、ビッグラン。ちょっとね、こういう稲を折って投げるっていうのも大事ですね。はい、さあトリプルからのブルでブレイクバックですか。決まらない。さあ今日は近藤選手チャンス来てますね。これは3本ともブルですね。インナーからのもう一回絡めたい。絡ます。さあ18決めてブル。さあ決めてきました。ブレイクバックで清水希容先行のクリケットへとゲームは移ります。さあブレイクバック同士で来ている3レッグ目のクリケット。先行は清水希容、キープして流れを変えたいところ。おっとこれは痛恨のミス。さあそしてトリプル絡められるのか。これはバッドラウンドですね。バッドスタート。さあここを思い切って攻めたい。トリプルが絡めばチャンス。うわいやいやこのでも感情表現をさせることによって、この近藤静香っていうのはフラストレーション発散させてるんでしょうね。はい、そういう多分自分のリズムなんでしょうね、この顔芸ですけどね。さあ、いい角度でね入れてきました。加点して清水清にプレッシャーかけます。清水は19からの1917ラインでのカット。さあ来た。さあ、そしてカットに行く。あ、行かないですね。3投目ですね。打ち合いを望む。フォーマークですね、フォーマーク。さあ、点差を少し縮めましたが、ここはもうきっちりカットしたいところ。いやー、どうなんでしょうね。加点したいんですかね。1投目は19いくのか、17ですね。はい、1投目からしっかりと決めてきて加点、もう1本ですね。どっちかって言ったらこう清水選手はグルーピング重視ですよね。ミスですね。もうこのね横向いてるのっていうのはやっぱちょっと関節がね合ってないので、じゃあ自分の関節が合ってないっていうのは関節が多分少し硬いので、多分今のこの状態からのスタートの方が清水選手は自分にとっていいんですよね。あらあら出てます。だからその結構ね、こうビーフラ教えてマンみたいな人がいて。やっちゃいけないことを言うんですけど、案外ですねやっちゃいけないことをやって良くなった選手って多いんですよ。まっすぐ引いてまっすぐ投げるっていうのも斜めからの方が良かったりだとかなので、はい、だからこの多分、清水選手もこういうセットアップっていうのがダメだよって多分言った人もいると思うんですけど、自分がやれないからこういう形になったと思うんですよね。はい。なので逆にね、たまにはねやっちゃダメだよって言われるようなことをちょっとやってみてほしいですね。なんか見えてくるものがあるんですよ。かたくなにこのダーツのスタイルっていうのはね守り通すのは良くないですね。目を向いて覗き込む清水清。バリエーションに富んだ2人の対決。うわもうやめて、もう2人ともそれしかなんかもう気にならなくなってきた。お願いします、ナチュラルにやりましょう。さあ、ダブルカットから15加点じゃなくブルですね。ブルです。いやーもうやっぱりこう選手面白いですよね。自分のパターンががありますんでね。さあ笑ってしまうしかない。さあ、きっちりきました。先行のクリケットをキープ、そして先行の近藤静香、先行の701。さあ、グダグダって言われてますんでね、ここいらでピリッと2人ともいってほしいですね。成功。やめて、もうお願い。やめて。成功。隣の試合はですね、木原、古越が対戦中。さあ、決勝をかけた戦い。できた。プンみたいな感じでね、取りきましたけど、まあ、こう なんだろう、こう顔でね、ちょっと緊張感和らげるとか、プレッシャーを分散させるとかいう、自分の中でのルーティンっていうのがあるんでしょうね。きましたね、ブルね。すごいいい角度で、いい角度で飛んでます。そして体しっかり止まってますね。いいです、いいです。さあ、86残り。対するは225清水清。さあ、ここはね、ブルでしっかりと次のラウンドで決めれる数字持っていきたい。122残り、86。これはもうブルから行くんではないでしょうかね。18から行くのか、ブルからですね。何が起きたのか、12トリプルを狙ったんですね。9トリプルに入った感じですね。はい、2対2、そしてコークチョイス。さあ、コクですね。大事な大事なコク。ブルサイアウト。さあ、そのうちに入れたい。さあ、いいな、決めてきた。さあ、面白い試合だ。だいぶ締まってきましたからね。はい。先行がご機嫌ですね、なんかね。いや、ご機嫌だ。いいな、こういう楽しみ方ってあるんですよね。さあ、そして先行が。今度スタートダッシュ決めました。80点取ってきました。戻る、もう一本使う。加点決めたかったですけどね。さあ、これで清水選手が19でどこまで点差を縮められるのか。さあ、オーバーまでですね。さあ、20からの攻めではなく19からカット。18オープンからの加点。いやー、これはパッと覗き込んでも変わんないですからね。はい、さあ、トリプルオープンからの加点、そして17じゃなく、あくまでも攻め続ける。今度いや、でも清水選手ね、3投目こう回らなくなったんでね。ということは力が抜けてるってことですよね。3投目にこう両手でファッと上げてちょっと舞うんですけどね。それがなくなったってことは力抜けて体がしっかりと止まって投げてるという証拠ですよね。さあ17からここは大きく得点を詰めたい。うわさあそれでは少し厳しいですね。カットからの加点決まればビッグラウンド。それはね、オープン加点まで行きたいんですけどね。最後の力を振り絞って5本ですね。さあカットから15オープン。ああまだ加点取るんだね。はい、セーフティーリードを狙っての加点。女子の試合ではね、特に加点が有効だとなっていきますのでね。さあそして清水選手、もう一本オーバーしてきた意地のセブンマック。来ました。今度静香決勝進出です。